田舎のダンスは、フランスの画家ピエール・オーギュストル・ノワールによる1883年の油彩絵画。現在はパリのウルセイ美術館に所蔵されている。田舎のダンスは1882年、歌唱のポール・デュランイコール・リュエルが舞踏会を主題に注文、1886年に購入した作品である。 最初の展示は1883年の4月で、彼は1919 19年にルノワールが死去するまで、それを所蔵していた。ルノワールは同年、同じテーマで、都会のダンスという作品も描いている。ルノワールは1881年にイタリアを訪れており、そこでラファエロの作品に感銘を受け、印象派からの脱却を図った。田舎のダンスは、この時期の作品である。 作品は、栗の木の下で踊る男女を描いている。男性は、画家の友人ポール・ロートで、女性は後に、画家の妻となるアリーヌ・シャリゴである。二人の人物像は、等身大で描かれ、絵の大部分を締めているが、背景には右手に、テーブルと地面の帽子が見えている。女性は右手に扇子を持っており、鑑賞者に向かって微笑んでいる。作品は明るく陽気な雰囲気に溢れており、 女性の衣服にも、黄色い手袋、赤い帽子など暖かい色彩が使われている。ありがとうございます。